どうかんじゃん、ワーホブ家族のキペとオウスケとマヒーとカントです。イエーイ、お泊まり会パート1、パート1、イエーイ、過去の組編2022。はい、じゃあ今日お泊まり会のまず1日目のお昼ご飯、そうめんです。イエーイ、イエーイ、ってことで原始人 TV のキペとオウスケです。今日はキロ樹液を飲んでいきたいと思います。ヒノキどうすか？樹液だね。ああ、やっぱ樹液のね、美味しいですね。はい、こちらが木の蜜になっております。そうですね。何か、はい、ルイボスティーです、本当はね。発売からね、いただきます。薄めなくていいっていう、そら麺を濃厚な世界を。そら麺じゃないよ、そうめんや。今日はお泊まり会ですね。はい、みんなから今日は会費が1000円だったので、じゃじゃん、ここにみんなの4人分の4000円があるので、これを使って今夜のお楽しみ、お泊まり会が楽しくなるものを買いに行きます。イエーイ、みんな、どこに買いに行くんやった？格安の伝統ドンキーホーテですが、その前にちょっとサプライズな感じで行きたい場所があるので、そこをカントとキッペに発表してもらいたいと思います。デレ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 、せーの、昆虫食自動販売機。マジっすか？はい、ちょっとどこ、リコちゃんにあるの？あるよ。そこにまずは行ってみたいと思います。あれ、どこにあるや、どこにあるや、どこにあるや、 あれじゃない、あれや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 、あった、入ってた、わがった村、入ってた、クワガタ村、はい、入りましょう、入りましょう、お願いします。営業中、ありがとうございます。あ、また、あ、帰る帰る、あ、昆虫食自動販売機、本当にありました。うなぎコーラとかある。ね、何が出るかな、ハテナあるよ。え、あ、あ、トカゲさんだ。あ、これ知ってる、 YouTube 見たことある。あ、ごめんなさい、セミ、え、地球グミもあるよ。なんでくだ、地球グミ。え、これセミ食べたい、俺セミがいい、セミ、あ、セミ食べたい、え、セミ食べたくね、セミ、セミ食べたい。どんくらい入ってるんだろうね。わからんわからんわからん。じゃあ一応予算3000円できたで、3つ食べようか。飲み物1つと食べ物を2つにする。まずセミは食べよう、絶対セミは食べよう。まずはうなぎコーラを買いたい。うなぎコーラ、サイダーもってどうする？多数決でうなぎコーラがいいと。はい、多数決、はい。じゃあ1つはうなぎコーラね。食べ物の方はセミ、セミ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 。じゃあセミは1つ、はい、まずはうなぎコーラ買うね。うん、あ、あ、関西うなぎコーラ見せて。こんな感じ、若干茶色みがある。うなぎコーラ疑われそうやって、お次300円。あ、はい、うなぎコーラ、はい。じゃあ次、はい、わ、セミ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 、どんぐらい入っとんのかな。オスとメスとで味が違うらしい。あ、いいよいいよいいよ、丸と取りたい、はい、見せて、オスケ見せて、セミ、え、かんだ、はい、うわ、セミ、すごい。じゃあ次は何、瓶に入ってるね、冷たい。あ、最後これ、あ、何が出るか、あ、ハテナ、ハテナ、いいね、何が出るかな、これ欲しい、これ、うん、どうぞ。ゲンゴロウ、ゲンゴロウ、マジわからんな、じゃあ、これ食べる、見て、ゲンゴロウ、これ食べる、ゲンゴロウです、これ食べる、え、これ家に帰ってから食べようと思っとったけど、あ、電子レンジで温めた方が美味しくなって、これ食べたかったな、これもゲンゴロウです、オッケー。じゃあもう早くドンキ行って家帰ろ。そうやね、じゃあ次ドンキ行きましょうか。はい、え、でもゲンゴロウがいっぱい入ってそうみたいな、あんたら返事よ。ワンハム家族、毎週金曜日配信中。はい、みんな、今日は何を買ってきましたか。ゲンゴロウとセミと、うなぎです。よいしょ、今日はね、今日はね、うなぎコーラ食べていきます。氷一つです。2つです。ちょっとうなぎコーラから。2つです。カント1つ。こちら、うなぎコーラです。ゲンゴロウなの、
氷二つ。虫系は、うん、甲殻類なので、うん、エビやカニと近い生き物なので、うん、エビやカニアレルギーの人は、はい、食べるのをよしてくださいって書いてあります。じゃあ甲殻類のアレルギーがある人は食べない、食べれないんだな。はい、OK、それでは、うなぎコーラをみんなに注いでいきます。こいつ、こいつはじゃあ電子レンジで揚げやめるよね。うん、じゃあカンタからじゃあ行くわ。あ、これをもう結構しようか。え、一瞬、みんなで一瞬飲もうよ。ちょっとやっぱり飲もうよ、出た。抜き切ってから。あ、ちょっと、あわ。もう一回ストップ。そのリピビールやんか。なんか若干なんか CM やるコーラ。これは完璧、これ完璧 CM のコーラや。泡が多いね。ね、匂いはコーラ。完全にコーラ。ちょっとコーラよりもちょっとなんか変な匂いですかね。いや、コーラよ。じゃあコーラ。完璧コーラ。早く飲むよ。じゃあ飲んでいきますか。じゃあ飲みますか。いただきます。乾杯先輩。うなぎコーラ。乾杯。うなぎコーラでね、これコーラやな。コーラやね。コーラやな。なんかが違う。あ、でもなんかと思ってね。なんかが違う。え、これ、うなぎって入っとるの？なんか入ってんの？うなぎエキスが入っとる。うなぎ？なんかが違う。なんやろこれ。コーラじゃない。何か。コーラ強い。サイダーみたいな感じだよ。いや、コーラでよりも。え、なんか炭酸少なくね？いや、多いよ。コーラじゃないけど、なんかガンガンいってるタイプ。なるほど。コーラっちゃコーラ。だけどなんか違う。まあけどうまいね。普通にうまい。セミです。ゲンゴロウです。二人合わせてセミちゃんとゲンちゃん。あ、うちがゲンちゃんか。ゲンじゃあゲンセミやな。あ、じゃあ開けていって。まあ俺もあっちに出します。じゃあこっちにゲンゴロウ、こっちにセミ。あ、セミ入っとんね。何個ぐらい？だいたい待って。うわ、気持ち悪い。めっちゃ入ってるやん。モザイクかけなさい。え、わぁ、めっちゃ入ってる。スナックの匂いするよ。ピーナッツの匂いする。ではセミタイ。意外と見た目えぐいね。ちょっと待って、えぐい。はい、セミ行きます。うわ、お、セミめっちゃ入ってる。セミの方がマシ。セミの方がマシ。ケンゴロちょっとキモい。これちょっと勇気いるやつやん。ケンゴロちょっと練習してきます。はい、練習に行きます。ケンゴロ勇気いるぞ、これ。食べるよ。いや、つまんない。ワンハム家族は食べるよ。わあ、危ないな。イライラして。待って、めっちゃ臭い。待って、マジで臭い。マジで臭い。怖。600W でできるじゃん。怖い。待って、臭いんやで、ゲンゴロウがね。ね、どんな匂いと、あの、表現してその匂い。臭い。臭い。もう臭い。え、何系？生ゴミ系とかさ。いや、なんかね、あのケンゴロ独特の匂いだね。なんかイカっぽい匂いとかある。ケンゴロ独特の、ケンゴロ特定の匂い。ほら、これ、うなぎコーラ。いや、見せて、オスケ。セミもくせえな、ちょっと。はい。あ、セミと、え、ケンゴロがマジで見た目やばい。大丈夫？じゃあ、俺ちょっと、めっちゃ臭いよ。食べていいっすか？食べていいですか？いいよ。じゃあ、大輔からいく。いただきます。一応ちょっと、いただきます。うん、サクサクサクいっとる。どう？あ、大輔意外といけとる。うん、羽とんの？くそ。キッペン、どっち食べたの？セミ食べたの？うん、上っていっとる。え、じゃあ、ほんとなん？かん、キッペン。ほんとなん？待って、俺無理。待って、これ嫌いな味する。最初は案外いけるってなるけど、なんか後でなんか匂いがやばい。後でなんか変な、こっち食わんとか。ちょっと待って、マジで怖い。じゃあこれグッチャーいかないかやつじゃない？さあ食え。ほぼに食わんとか。ほぼに食わんとか。はい、グッチャーがセミを食べます。頑張れ。お願いします。グッチャーペット持ってきたるわ。一応ね、一応頑張れ。無理やろ。
ずいやろ。なんか食べたことあるやつするな。え？なもう見たよりもまあ年上だからだいぶ経験値違うから。お見合い自体がやばい。あんた僕嫌だ、うちら食ったやつ。僕匂いからやばい。いいわいいわ。無理して食べる。無理して食べるでいいわ。あ、最後にこのね味ね。最後にやばいやつ食うやろう。最後に。最初はもうソクソクしてうめえよ。最後はどんな味なの？確かにちょっと臭い最後。どう？私最後食べれそう。食べれる。私食べれる。食べれる。セミ。あー怖っ。もうでじゃあもうこれもう早く早く食うね。もう行くで。うちも行くよ。あここで食べや。一緒に行くで。待って。うわー落としてまった。ゲンゴロウなんてもう見た目がゴキブリなんやおねやおねけどゲンゴロウはね水球食べるしだしよ。あっち向いて食べてよ。ちゃんとカメラの方向いて食べて。いやまずいわ。これはちょっとまずい。これでちょっと待ってセミと同じ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 セミと全く同じセミとさセミと同じ味がする。いやこれ嗅いだことある匂いやな。でもじゃあなんかね食べたことある。セミと同じ味するってもうゲンゴロウも同じちょっとこれは これこっちの方がだいぶマシやわ。いやだいぶってかまずこれはだいぶこっちの方がこれは普通に水道水だと。ぐっちゃんまずゲンゴロウ食べようか。これ水道水でブシャーン、うん、そう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 ゲンゴロウめっちゃ吐いた方がいいから。ぐっちゃん今誰が食べた。俺1個食ったんやけどセミ味する。ちょ匂い嗅いで匂い匂い嗅いで。いや多分セミ味した。匂いと嗅いだ。うわぁ、うん、答えちゃった。もう一回っていい。あ、どう？これ何でもやらずに他のやつ。確かにポポを洗ってない時の匂いに近いけどもこっちの方が臭い。こっちの方が何倍も臭い。なんでめちゃくちゃ臭い。このポポなんて可愛いもんこれの。でもこの味の味この味が口の中にすると思ったらちょっと食べれんな。よしともうポポにあげよう。あちょっとでもちょっとこれセミ行くしかないね。セミはいける。セミ丸でいった。セミ焼けた。これ一口でいくべき。もちろん。でもあれ無理して食べる方がいい。そうやな。いやでもねこれはねやっぱワンハムのワンハム家族のお母さんとして私は食べるべきやと思うんで。頑張れ。あー熱い熱いわ。ちょっと待って。吐きたくなったら吐きや。うん。俺吐いて。まずゲンゴロウは遠ざけるわ。じゃあセミ行こうかな。頑張れ。でもまずちょっと食べてみたら。ちっちゃい方行くわ。ちっちゃいやつ。一番ちっちゃい。セミはね俺は勇敢の天使なんだ。一番目に食べたんだ。怖いマジめちゃくちゃ怖い。どうしよう。ぐっちゃもやったけどセミでーす。セミ食う。俺もセミ食う。くさどこからともなくゲンゴロウの匂いが来る。いやちょっとこれ遊び半分でやるやつじゃないね。ガチンコすぎてガチンコすぎてもう私はホモサピすげえな。これで改めてホモサピ先輩の凄さをねえ。よしどこがまずいんかな。頭が苦いんかな。あお腹たまんぐっちゃうん。セミうん頭や。頭が苦い。あとさあの尻尾の辺さあんま何にも入ってないぐらいな感じだった。じゃあちょっとお腹だけ食べようかな。いや全部食べて。いやいいわもう。いやでもちょっと頑張るわ。じゃあシャスいいわ。よっしゃじゃああの視聴者さんとキッペイとグッチャが見守ってくれる中ちょっとここでひょっこりしましてます。行きたいと思います。マヒも一応緑。マジ口の中にまず入れて噛むのがまず怖い。多分30代で一番の思い出になると思います。セミです。人生初めてのセミ食べたいと思います。やめろと違う。ブラックペッパー味を信じます。いただきます。怖っマジ怖っ。ちょっと生きにくわ。なんか喉にあるまだ羽みたいなのが
怖っ。行くわ。うん。行くよ。うん。いと音はいい。うん。あ、うん？うん？うん。え？あれ？うん。意外と美味しい。え？え？待って、ボテモンがおる。来た来た来た。やろう。後味やばいやろ。あれ意外とうまっ。最後にね、うん、これちょっと味わったらね、お水ください。水ではない。あ、あれ、あのお水あるね。なんか飲み物ください。これはね、これ以上味だったらね、あ、あぶわ。早くお水。早くお水ください。ぐっちゃは飲まない。マキよ。マキよかった？うん。お疲れ。え、ロープグミ状態状態も。はい。あれ？おうすけ、自分のやつに入れとるやないんか。そっか、入れとったの。私あげる。はい。マジ何個買った？2本食べや。ちょっとロープグミでお口直し。うん、まだなんか、うん。こちらはゲンゴロウです。そしてあとサイズがね、マジで小さいやつでも私の親指ぐらいで、大きいやつだと、そうやね、もうめちゃくちゃでかいね。で、次セミちゃん。はい、セミちゃん、ちょっと食べた後なんですけど、まあ私の人差し指の第二関節の半分ぐらいっていう感じかな。はい、今日はこの2種類食べました。野生のセミ以外食べるようにしようかな。はい、というわけで、今回は初めての昆虫自動販売機で、セミとゲンゴロウを食べてみました。セミは食べた時は美味しいよね、本当にみんなのリアクション通り美味しいんだけど、後から独特の変な、変な こういう感じ。あ、いただきます。あ、意外とうん、上ね、そんな感じでちょっとなんか独特の臭みみたいなのが出てきて、あのお口直しが必要な感じでした、私たちは。で、ゲンゴロウの方は大助だけ食べたね、口に入れたね。匂いと同じ味？なんかセミの、うん、体が大丈夫なの、うん、頭の、うん、味がする。 あとセミよりまず臭い。そうやね。で、あの私も匂い嗅いだんですけど、匂いだけでマジでアウト。やばい、本当にやばい。ちょっとあのゲンゴロウさんには申し訳ないんですけど、私たちにはちょっと手に負えないので、あのポポにね、ポポに食べてもらいたいと思います。これよく落ちる。でもまあ一つの経験としていい経験できたよね。うん、どう、あの今日さ、自動販売機の昆虫食べてみたけどさ、これからさ捕まえてさ、セミ食べたいと思う？うん、思う。あ、自分並みに調理して。販売機とは違うやん。うんうん、あの販売機はね、なんかエビの味がしんかったやんって。確かに、ホモサキさんはエビの味がするって言っとったやもんね。うん、今度は自分たちでセミを捕まえて、まあ一人一匹ずつでね、あの食べれないとかわいそうやから、一匹ずつ捕まえて、いつか食べ比べがこの夏休み中にできるといいと思います。じゃあそれでは皆さん、いつもご視聴くださりありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。これ美味しいよ。これからもまたこの子たちと楽しいこととかいろんなことに挑戦していきたいと思うので、面白いって思ったり興味を持っていただけた方はグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。それではまた次のワンハム家族で、バイバーイ。バイバーイ。これ美味しいよみんな。このチャンネルでは我が家の日常や子どもたちとの自然体験の様子などをアップしています。子どもが好きな方やちょっとのんびりくすっと笑いたい方に楽しんでいただければ幸いです。もし動画を見て興味を持ってくださったり、面白いと思っていただけましたら、ぜひ高評価とチャンネル登録もしていただけると嬉しいです。また質問や感想などコメントも気軽にいただけるととっても嬉しいです。今日も最後までご視聴ありがとうございました。それではまた次の動画で、バイバーイ。
最後まで。